マレーシア、オランダ、インドネシア、世界の果て単身赴任で頑張る日本のお父さん。パパ、あれ、あ、びっくりした。パパに会いたい。子供たちが今世界へ飛び出します。めっちゃ会いたい決まっとるやろ。パパには内緒の冒険旅行、貿易の要衝マレーシア、日本のタイヤを広めるお父さん、インドネシアで働くお父さんは日本の陶磁器技術で驚きの製品作り、風車の国オランダで泣き虫親子涙の再会。いや、ここは涙出ちゃうよ。世界で働くお父さん、2013すだちの春。世界で働くお父さん。最初の旅人は三重県中部の町明和町から旅立ちます。ホッピングが大好き、小学5年生の森下ハルト君です。何回ぐらいできるの？そんなハルト君にはある夢があります。なんか将来の夢とかってあるの？ギネスになることか。ギネスになること。ホッピング何でギネスに？ホッピング。え、ホッピング。壮大な夢を持つハルト君、今はお母さんとお兄ちゃんの3人でお父さんと離れて暮らしています。お父さんってどんな人？優しい人。優しい。優しい。あんま怒ったりしないの？あ、結構怒る。どういう時怒るの？あ、勉強しやん時とかな、まあなんか怒らせると怒るよ。あ、そうなんだ。こちらがハルト君のお父さん。家族と離れて1年半が経ちます。1年半。お父さんの会社は名古屋に本社を構えるのりたけ。言わずと知れた世界最大級の陶磁器メーカーで高級洋食器を手掛けています。そしてのりたけが世界に誇るのがこの精度の高いプリント技術なんです。印刷された鮮やかな模様を熟練の職人さんが丁寧に食器表面に貼り、焼き付けと研磨を繰り返していきます。こうして世界中で絶大な人気を誇る製品が完成。のりたけのプリント技術はまさに世界をリードする日本の技術の一つなんです。そしてお父さんが働くのは赤道直下のインドネシア。人口およそ2億4000万人は世界第4位。経済発展に伴う活気と南国特有のおおらかさを併せ持つ国なんです。そんなインドネシアにのりたけの工場はあります。いました、ハルト君のお父さん、森下隆弘さん。現在のりたけインドネシアの社長を務めています。すごい。そして工場で生産しているものは洋食器ではないんです。実はこれ陶磁器のプリント技術を応用して作られている回路基板。この細かい回路が全て印刷でできているんです。車や医療機器などの制御に欠かせない高度な技術。そんな重要な製品の製造から管理全てに責任を負うお父さん、仕事に追われこの1年半ほとんど日本に帰ってきていません。そんなお父さんとハルト君のために会社も全面協力。24時間ゲート閉まってますんで、中から手引きしないと入れないんで、じゃあローカルのメンバーも巻き込めます。そうですね。じゃあ今回インドネシア行って何したい？キャンプとかする。キャンプ。
実はお父さん、キャンピングカーを持つほどのアウトドア好き。手料理をいつも振る舞ってくれました。ハルト君、お父さんと2年ぶりのキャンプがしたいんです。そしてハルト君にはもう一つお父さんに見せたいものがありました。春休み、初めての海外一人旅。ハルト君、何やら大きな荷物を持っているけど、一体何？はい、乗せてください。カバンの中は何が入ってますか？ポッピング。ポッピングってこう、なんかおもちゃじゃないですか？お父さん楽しみにしてるね。上手にできるかな、ね、このホッピング、実はお父さんからのクリスマスプレゼント。今回上手になった腕前をお父さんに見てもらいたいんです。いってらっしゃい。インドネシアで頑張るお父さんとキャンプがしたい。成田を出発し、目指すはインドネシアの首都ジャカルタ。7時間の空の旅です。飛行機の中でハルト君は気になるものを発見。何です？すごいな。夕方になるとミーパスの屋台が立つって。へえ、すごいな。見ていたのは現地の美味しそうな料理の数々。見るのも聞くのも初物尽くし、楽しみだよね。その頃お父さんは架空の番組の取材中。子供は今2人ですね。2人、はい、まだ小さいですか？ですね、上が中学校、下が小学多分5年ですね。いつもそこ怒られますけど5年です。はい、たまにそんなお父さん、常に持ち歩いているものが。私もう電車の中だともうこうやってずっと喋りっぱなしで行くんで。そこには思い出の家族旅行の写真が。素敵な家族ですね。もうそう言っていただけると誰も言ってくれないんで。一方、ハルト君はジャカルタに到着。こんなとこで流されるおったらお前焼けちゃうよ。ハルト君は指焼けになっちゃう。すでに辺りは日も落ち真っ暗。今日はジャカルタ市内のマンガディアに宿泊し、明日お父さんの会社があるプルワカルタへ向かいます。番組スタッフは見守ってるけど、まずは自分で頑張らなきゃね。運よくマンガディア行きのバスを発見。しかし初めての外国の地、周りで飛び交う知らない言語、戸惑いを隠せません。さあ出発。周りの風景に釘付けになるハルト君かと思いきや、お、あ、時差もあるからやっぱり眠いよね。乗車して3分でご覧の通り。ようやくホテルに着いたのは2時間後。じゃあ着いたよ、降りよう。足元フラフラ。明日からの旅路に備えてゆっくり休もう。翌朝、ハルト君に心強い助っ人が。はじめまして、インドネシアミクスのイチャです。こんにちは。お名前は？森下ハルトです。ハルト君、よろしくお願いします。まずハルト君が見せたのは工場までの行き方のメモ。バンドン
そしてハルト君、もう一つイチャさんに見せるものが、食べたいもので見ます。あれ、あーこれね、これ定番人気な食べ物よ、ミーバソ。じゃあ途中でこれ食べさせてください。オッケー。さあ元気よく出発です。重くない？大丈夫？最寄りの駅へと向かう途中、ハルト君が目にしたのが、17世紀オランダ統治時代に建築された歴史的な建造物の数々。当時の面影が今も垣間見えます。そして現代のジャカルタはというと、はい、渡りますね。はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、ホッピングがもうあるから。はい、はい、あれがコタ駅なのね。コタ駅に到着です。ここからお父さんの工場があるプルワカルタまでは列車で3時間の旅だけど、どうした？人多い、人多い、気温31度に湿度 90%、 経験したことのない気候に体も慣れません。でもそこはやっぱり男の子。列車を見たらハルト君の表情が明るくなりました。真ん中に行こっか。元気が出てきたハルト君、大事なホッピングも荷台に乗せて、いよいよここから3時間の列車の旅が始まります。窓から見えるのは日本では見たことのない風景。すごい。列車の中にはいろいろな物売りの人たちが。するとハルト君、こちらではうまく交渉して物を買うのが当たり前。さあこの牛骨スナック負けてもらえるかな。グラニドン、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 それダメだよ、負けられない。どうするハルト君、負けたぜ。あれ、負けちゃった、負けた。いや、ちょっと押しが弱くない？でもこのスナックどんな味かな。どう？まずいこともないよ。首都ジャカルタから列車で3時間、プルワカルタ。この町で働くお父さんに会いに来たのが森下ハルト君、人力車で移動中。日本とは違う町の雰囲気にハルト君興味津々。あ、馬車があるよ、ほらほら馬車がある。普通に街の中歩いてる。まだ、ね、写真撮りゃよかった馬車。やべえ。先に。お父さんはこんな町で暮らしているんだね。ここでちょっと寄り道。お父さんとのバーベキューの食材を市場で調達します。これナマズとうなぎ、ナマズとうなぎがを、ナマズやん。日本ではなかなか見かけない大きなナマズとうなぎ、こちらでは揚げて食べるのが一般的なんだとか。ちゃうんかい。これ勝てる？いや、いいな。やん。バーベキューでさ、うなぎ、うな重作らんよ。なんでやん。そして野菜を発見。250グラムで30円。1万2000ルピア。120円。高い。高いと思ったら、ラニンロン。ラニンロン。ちょっと難しいわね。すると、もっと買うから安くしてって。
参ったわね。はい、おまけよ。おお、負けてもらったよ、20ルピアで。よかったじゃない、本当は2万1000、1000ルピア負けてもらった。取りまかし。また来てね。ハルト君、交渉のコツが分かったみたいだね。そしてお昼時、ハルト君、そういえばどうしても食べたいものあったよね。そう、これミーバッソ。肉団子が入った麺料理で、インドネシアでは誰もが親しむ庶民の味。でっか、美味しそう。楽しみにしていたミーバッソ、どんな味かな。どうした。食べてこないと。本を読むだけじゃわからないインドネシアを実感です。その頃、ハルト君のお父さんは廃炉基板の製造工場へと向かっていました。作業着に着替えて、社長自ら何を行うんでしょうか。メインの生産設備がありますので、応急処置というのができるかどうかという調査の方針。故障してしまった設備の修理もお父さんのお仕事なんです。一方、ハルト君は小型のバスでお父さんの工場へ向かいます。ここまで来れば工場まではあとわずか。会えるといいね。そういうこともまあないとは言えないからな。順調にたどり着くかに見えた、その矢先、突然の豪雨が。南国特有のスコールです。冷たい。冷たい。 OK。 うわー、すごい。かわいい。すごいやべえね。よし、急に天候変わるな。ああ、バス停で思わぬ足止め、間に合うかな。雨宿りすること30分。お、ようやく雨も小降りに。ハルト君、ダッシュで工場へ。すると、あ、あれじゃない、あれか。ついにお父さんの工場を発見。どれだけ。門には会社の協力者の方が待っていてくれました。はい、お父さん、今チャンスだから急いで。はい、もうすぐお父さんに会える。何も知らずに作業場にいるお父さん、設備の修理はまだ続行中です。ハルト君、いよいよ作業場内へ潜入。と、ここでちょっとしたトラブルが。これは大きいよな。これは大きいよ。子供はないもん。ここ見えちゃうといけないから隠れていこう。見えるみたいだな、本当は。見つからないよう遠回りで近づきます。昨日まで5000キロもあったお父さんとの距離がわずか5メートルほどに。
お父さんは全然気づいていない様子。今のチャンス、今のチャンス、どうぞ行ってください。じゃあ行きますか。どうぞ。そしてパパ、あれ？はい。びっくりした。びっくりした。びっ、あ、一人？あ。あ、びっくりした。すごいびっくりした。ドキッとした。あれ？人だの？人だの？あの、僕だけですか、知らんの。あのびっくりした、今ちょっとうるっとびっくりした。ちょっとうるうる状態ですね。はい、ちょっとびっくりしたと思って。何も言ってなかったんで、奥さんも一緒に来るんだって。あ、びっくりです。本当によくよく来たな。よく来たよく来た。はい。今夜は逃がさないよ。久しぶりの再会、ハルト君、よかったね。そしてお父さんが仕事場を案内してくれました。こんな近くで仕事姿をじっくり見るのは初めてです。もうマスクでこの人作業に着ると思う。別人間まっすぐだよね。家とは違うぜ。お父さんってすごいんだな。仕事終わりの帰り道。はい、荷物入れて。うん、ポッパやった。お前何持ってきたん？ホッピング。え？ホッピング。ホッピング？クリスマスプレゼントって買ってたやな。これ見てないから持ってきたんだ。うん、その通りじゃ。じゃあその素晴らしく上達した腕を後で見せてください。お父さんは寝かせないと言っていましたが、マッサージか。ハルト君、久しぶりだから気合も入るね。ハルトにこうやって体揉んでもらうなんて1年ぶりちゃう。ちゃんと揉んでもらう、もったいない。次いつ揉んでもらえるかわからん。やるわ。今あくびした。再会の翌日、待ちに待ったお父さんと一緒の時間。こんなになってんやけど。ハルト君、お父さんに見てもらいたかったホッピングの腕前を披露します。せーの。お父さん嬉しそう。はい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 。ハルト君、世界記録よりも大切な記憶ができたね。念願のお父さんとのキャンプ。料理はハルト君が担当します。ちょっと一生懸命作ったよ。ギャラリー、サルさんのギャラリーでおるよな。上にほんまやん。人参くれてやるぜ。普段のキャンプでお父さんがやっていた仕事を今日はハルト君が全部やります。あっち。大丈夫。
大丈夫じゃない。大丈夫。はい、じゃあ、はい。いただきます。いただきます。どうですか。うまい。この青空じゃないけど外のこの砂浜で食べるトウモロコシ、それもここは日本ではなくてどこですか。インドネシア。インドネシアで初めてのキャンプ。いいね。ありがとうございます。静かに過ぎていく二人だけの時間。そして春人くんは明日日本へ帰ります。別れの日。ハルト君は列車でジャカルタへ向かいます。いつもより言葉の少ない二人。ハルト君が乗る列車がやってきました。いよいよお別れ。乗れる？はい、乗れ。行くぞ。はい。はい、まあそんな返事ますね。はい。はい、よっしゃー、気づけね。はい、はい、い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 い、じゃあね、バイバイ。なんかついてくわ。はい。走り出す列車。気付けて。うん。バイバイ。じゃあ気付けてね。うん。じゃあ頑張るぞ。うん。よろしく。はい。ありがとう。仕事頑張って。お父さんはハルト君が乗った列車が見えなくなるまでずっと手を振り続けていました。お父さんの大きさを改めて感じた春休み、忘れられない思い出になったね。参りましたね。一発目からやばいですね、これ本当に。もうね、海外で働いてるお父さんに会いに行くだけなんですけどね。そうなんだよね。なんかもうグワッと胸がグッとなるのよね、これ見てるとね。お父さんの方が嬉しそうだったね。いや、やっぱお父さんってすごい人間なんだなって存在。寂しいのを押し殺して、うん、こう世界に飛び立って仕事するのも結局やっぱ家族のため、うん、そうだよ、うん、なんだからって思うとやっぱすごいなと思いました。だから家帰ったらたまには藤本に優しくしてあげて。でですね、はいはい、これ今日はインドネシアを旅した森下春人君とお母さんに来ていただいてます。スタジオに。どうでしたか、お父さん仕事してる姿見て。すごい真面目。すごい真面目。日頃どんだけおちゃらけしたんでしょう。お母さんもでも実際どうですか、ご主人さんのお仕事してる姿って見たことっていう。もうね、仕事してる姿はかっこいいですよね。かっこいい、やっぱり惚れ直しましたか。そうですね。雄大な蔵王山麓の裾野に広がる宮城県柴田郡。大自然の中ですくすくと育ったこちらの兄弟。筋
肉マンがマイブームの小学3年生小島大輝くんと、勝った、あいつ、そのわんぱくな弟の後片付けを進んでする面倒見のいいお姉ちゃん、小学4年生の彩香ちゃん。パパのどんなとこが好き？あれはパパの全体的に好きなんだ。全部？なんか見たいのとかないの？見たいのはパパの顔しかないな。二人が大好きなお父さん、一体どんなお仕事なのかな？と、二人が走って持ってきたのは、ほら、アイジソウヤマ。東北宮城県に拠点を置くアイリスオーヤマ。東北なのか。押し入れ収納の便利アイテム、しまった服が一目でわかる収納ケースをはじめ、LED 電球、調理器具など、その商品数はなんと15,000種類以上。暮らしを便利にするアイデア商品で成長中の会社です。お父さんって何してるか知ってる？パソコンでなんかネット見てる。ネット見てる？そんなわけないでしょ。パパは今オランダで工場長をしてます。なんだそれ？なんだそれ？お父さんが働くのはオランダ南部ベルギーとの国境近くの田舎町ティルブルグ。ここに頑張るお父さんの工場があります。会う人会う人、声をかけているのが2人のお父さん、小島明宏さん36歳。工場長として現場をまとめます。この工場では製品の成形から組み立てまで大半がオートメーション。すごい動き。しかし機械では判別できないこんな問題が。やっぱり今まではどうしてもこういう小さなバリとかですね。でも買う人の立場になれば、こんなもう見える商品なんても買わないですね。ジャパンクオリティはイコールそのお客様目線という、そこにはもうプライドを持ってやってますから。日本の品質を守りたい、その思いでヨーロッパ13カ国に商品を展開しています。すごいな。一般のご家庭にお邪魔してみると、うちではほら、編み物の道具をしまうのに軽くて便利なの。木製の家具の印象が強いヨーロッパの家庭でも人気なんですね。かわいい。オランダでの単身赴任も早1年。そのデスクの横には家族の写真が。あのへこんだ時は見えますよね。ええ、父ちゃんを頑張るぞって感じですね。一人離れて頑張るお父さんに、二人は好きな切符だから。オランダに行ったら何したいの？オランダに行ったらパパとキャッチボール。小学生の頃から野球をやっていた大輝くんのお父さん、その背中を追うように大輝くんも今年から野球を始めたのですが、お姉ちゃんでは練習相手にならないみたい。はい、ここ。一方、彩香ちゃんは料理の特訓中。日本でいつも食べていたお母さんの味、大好物のカレーを作ってあげたいんです。コーンたっぷりなのが小島家の味。食べて、よくできた。おいしい。よくできた。おいしい。大丈夫。お父さんの喜ぶ顔が早く見たいよね。オッケー。うーってね。
旅立ちの日。あ、あった。ここ？オランダ行きって書いてある。違うよ。アムステルダムって書いてある。朝から元気いっぱいの二人。オランダで頑張るお父さんとキャッチボールがしたい。日本からオランダ・アムステルダムへはおよそ9000キロ、12時間の旅。飛行機の中、興奮気味の2人はほとんど眠ろうとはしません。大丈夫かな。ハイチュー食べよう。好きだよね。やがて2人を乗せた飛行機はオランダへと到着。空港を出る2人、しかしさっきまでの元気がありません。ねえ、ちょっと押してほしい。こっち。どうなんだ。元気だ。心配。オッケー。二人は体の大きなオランダ人にちょっとビビり気味。確かにね、初めて見たな。さらに大輝くんにオランダの洗礼が。大好き、ここだ。行けー。届かない。あれは勝負ごとに上向けないと。そっちと同じかな、これ。俺も届かないわ、こっちですよ。そうだな。かわいいな。お父さんを訪ねてオランダを旅する小島彩香ちゃんと大輝くん。二人がやってきたのはアムステルダム中央駅。東京駅と島駅というだけあって確かにそっくり。お父さんに会うためには九州とほぼ同じ面積のオランダを縦断しなければならない長い旅。だけど船ある、乗りたい。見つけたのは川を巡回する観光船。世界遺産にも登録されたアムステルダムの運河。実に165本もの運河が張り巡らされています。運河沿いに立ち並ぶのは中世の面影を残すレンガ造りの家々。すごい。すると、どっちから撮ろうかな。2人は旅の思い出作り。これなゲームじゃないの。ゲームじゃない。写真。 今の子供たちはゲーム機で写真を撮るのが普通みたい。そう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 。そして辺りが暗闇に包まれる頃。あ、面白かった。寒くない今。1、2、3。クルーズを満喫した2人が帰ってきました。まだ電車はあるみたい。急ぎ足で駅へと向かいます。そんな寝た渡りよ。けれどパパもう家に帰ってるよね。うん。確かに時間はすでに8時近く。移動するにも子供には遅い時間。どうする？まだ行く？うん、頑張れ、頑張れ。よし、もうちょっと頑張ろう。頑張れる？うん。よし。少しでもパパに近づきたい。電車に乗り込み、二人は先を目指します。すると、その車内で。同い年くらいじゃない？あ、そうです。同じ年です。8歳です。8歳。8歳だって。はい、行くよ。
乗り合わせたのは大輝くんと同い年だという少年。すると、これ食べる？Thank you。 2人にオランダのお菓子をくれました。 Thank you。 なんかガムの味する？クッキーあげようか。日本から持ってきたお菓子でお返し。子供たちがそんな出会いをしていた頃、お父さんは夕食時、冷凍食品が今のメインですよ。あ、そうですか、冷凍食品なしではって感じですね。やっぱりカップラーメンとかっていうのは、これは一番のごちそうです。これは一番のごちそう、一番のごちそうです、私の。そして今夜も一人ぼっちの夕食。いや、なんでこういう時に日本にいないんだと思いますよ。日本に一緒にいたいなと思いますよ。やっぱりどんどん成長していくじゃないですか、だからその成長していくところに一緒にいたいなっていう気持ちですよね。日本にいてずっと一緒にいたらわからないかもしれないですけれどもね、だから離れてパッと見るから、あ、成長してるなって感じるのかもしれないですけれどもね。お父さんが遠く家族に思いを馳せている頃、着いた駅に。2人はユトレヒトに到着。確実にお父さんに近づいていきます。まだあんなとこなんだ。でも夜も9時近く、今日はこの町で一泊することに。開けた。ここで夕食の時間。疲れた？けれど注文を待っている間に、あやかちゃん疲れたね。そんなに眠いよ。俺全然眠くないんだけど。一向にパワーの落ちない大輝くん。男の子はすごいな。日本を出発して17時間。一体彼はいつになったら寝るんでしょうか。うめえ。海外で働くお父さんに会いたい小学生大募集。お母さんと一緒に番組ホームページまたはハガキで応募してね。パパには絶対内緒だよ。